はい、こんにちは。しゅんやずガレージライフ、しゅんやです。あやです。今日は視聴者リクエストにお答えしてヘルメットのラップ塗装やっていきます。ネタの提供ありがとうございます。まあ、全部のリクエストに答えていけるわけじゃないですけども、自分がやりたいなと思ったリクエストには積極的に答えていきます。リクエストの内容がヘルメットにラップ塗装をしてくださいということだったんで、ヘルメットを用意しました。作業するにあたってこの縁のゴムとか、外すことのできる人は外して作業した方が綺麗に仕上がります。はい、今日使う塗料はね、ベースの黒、シルバー、キャンディーレッド、あと1液のクリア、2液のウレタンクリア、これを使っていきます。じゃあまずね、この際のゴム外していきましょう。内側汚れないようにマスキングしていきます。内側のマスキングこんな感じ。こういう小さい部品をマスキングするときはね、マスキングが難しいから、こうやってベタッとテープを貼ってカッターで際を切ってマスキングやっていきます。そしたらゴムモール剥がした際に糊が残ってるから、糊を落とした時に傷とかも入っちゃったから、今日は400番のペーパーでこれ削ってサフェーサーを入れます。これが面倒な人はマスキングでやっちゃってもいいよ。ただやっぱり外せるものは外しておいた方が、この後磨きを入れたりとかもあるから作業自体は楽になるし、仕上がりも綺麗にいくからね。今回際がモール剥がしたところがダメだったからトイレサフェーサー入れたけど、新品のヘルメットで傷もないんだったらサフェーサー入れる必要はないです。で、逆に中古のヘルメットとかで傷がついてたりとかするんだったら、先に傷を落としてサフェーサー入れなきゃいけません。はい、研ぎ終了。この段階でマスキングしたところが浮いてたりとか剥がれてたりとかしたら、マスキングし直してくださいね。で、これで下地が終わったから、これにベースの黒を塗っていきます。黒塗り終わりました。で、この後シルバーをラップ塗装するんですけど、ベースの黒が動かないようにしっかり乾燥させます。はい、ヘルメットのベースの黒乾きました。で、これからラップ塗装やっていきます。で、ラップ塗装のやり方がね、何種類かあるんだ。まず一つ目はラップをくしゃくしゃにして、これにシルバー拭いてこうやってトン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 やっていくやり方が一つ目で、二つ目はくしゃくしゃにして伸ばしたサランラップにシルバーを塗ってペタッと乗せるやり方が2つ目。3つ目はメット自体にシルバーを塗っちゃう。もうこれを全部シルバーにした上でくしゃくしゃにしたサランラップを貼っつけて剥がす。まあ、他にもいろんなやり方やってる人がいる。ベースをシルバーにして黒でラップをやる人もいるし、やり方が違えばその模様の見え方が違うっていうだけで、どれをやっても構わない。まず最初にヘルメットを覆えるだけのラップを用意して、でこの大きさのラップをくしゃくしゃにします。このしわくしゃにしたラップにシルバーを拭きます。ヘルメットにかぶせます。いいよ。自分の好みのシワ加減、ベタッと乗せればシワが少なくなるし、空気含ませるようにシワくちゃにすれば模様がはっきり出るし、そしたらこれを剥がす。ペタペタやってもいいし、ベタッと貼っつけてもいいし、足りないところはポン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 やってもいいし、全部複合的にやってもいいし、もう自由ね。これでまあちょっと乾燥を取ります。ヘルメットの表面が乾いたからクリアを塗っていきます。はい。
中間に入れるクリアは1液のクリアを塗ります。で、2液のクリアでやってもいいんだけど、硬化剤と主剤が混ざるとこっち固まっちゃうから使い切らなきゃいけないんだけど、クリアを乾かして中研ぎしてキャンディーレッド吹いてってやるとこっち固まっちゃう、間に合わない。こっちの1液のクリアを中間に使います。今日はこれ表面のデコボコを研ぎ込まなきゃいけないから、ちょっとクリア厚めにのせます。バラ、キメ、キメ、キメぐらい4回、うん、はい、クリアを塗ったらこんな感じね。乾燥時間はね、たっぷり取ってください。もうこのまま自然乾燥で明日研ぎ込みます。800番のペーパーで研いでいきます。はい、研ぐ時のポイントはピンポイントでここだけ、ここだけってこう小さく研ぐんじゃなくて、こう全体的にこう撫でるように研いでいきます。ヘルメット研ぎ終わりました。ペーパー当てて研げた場所は艶消しになるんだけど、へこんでてペーパー当たらないところはまだこうやってちょびっとツヤが残ったようなクレーターみたいな感じになってる場所が何箇所かやっぱり残ってます。でもこれをきれいにツルツルになるまでやっちゃうと本当に下まで行っちゃう可能性があるから、あまり深追いしすぎなくても大丈夫です。じゃあキャンディーレッドいきますよ。キャンディーレッドを塗ったからクリアを塗ってきます、ね、はい。2液のウレタンクリア、主剤と硬化剤を混ぜて使うタイプだから使い切らないと残ってたとしても固まって使えなくなります。ちょっともったいないけど、でもこっちの方が仕上がりのツヤ加減とか膜厚感とかクリアの塗膜の強度的にもこっちの方が高いし、対ガソリン製とかそういった面でもこっちの方が有利です。いろいろメリットはこっちの方があるから。まあヘルメットだったら1本で余っちゃうと思うんだ、うん、まあ、それでも他使う用途がないっていう人はもうそのまま捨てるか、もしくは他に何か塗るものがあるんだったら別なもの用意して塗るとか、お金に余裕がある人はこっちの方がいいかな、仕上がりを求める人もこっちがいい。でこれの使い方はね、下にピンがある、これをカンとこう地面に叩きつけるとこのピンが中に入って中の主材と硬化材が攪拌できるようになります。へえ、面白い。これをこれで、はい、これでもうこのクリアは使い切れなきゃいけなくなりました。ピンを打ち込んでから硬さにして5分から10分放置するそうです。なんでか知らないけど使用方法にそうやって書いてあるから一応使用方法の通りに。でこれで攪拌します。じゃあクリアを塗っていきましょう。はい、まあ当たり前だけどやっぱりバラ拭きからね。乾いたか乾いてないかを調べるのに塗った場所は触らずに、こういうマスキングしてあるところとか塗ってる台座とかを触って指につかつくつかないを判別する方がいいです。クリア塗り上がった時のツヤ加減はこんな感じです。塗り肌とかツヤ加減を判断するときはこの蛍光灯の映り込み、これを目安にしてツヤ加減を判断します。クリア塗り終わったらこのまま、まあ、15分から30分ぐらい放置しましょう。試食乾燥が終わったらどこか安全な場所へ移動して1週間ぐらいしっかりと中まで完全乾燥させましょう。塗り肌があまり良くない人は1000番から当て始めて1500番、2000番って細かくしていってもいいし、最初から塗り肌ができている人は2000番から始めて平気です。もしでっかいゴミとか糸くずとかついてるようだったら
先に1500番とかでそこだけゴミ落としてから2000番とかやり方はいろいろあります。全面ペーパー当て終わって塗装のデコボコがなくなってツルツル状態です、うん、全体的に白ぼけた感じになってます。でこれをこれから磨いていきます。はい、はい、それじゃあ手磨きで頑張っていきましょう。まずは粗めのコンパウンド、これでまずはペーパー目を消していきます。お、ツヤ出た。うんね、だいぶ違うでしょ。うんうん、これをヘルメット全体ちゃんとツヤが出るように磨いていきます。このぐらいまで、粗めのコンパウンドをかけたら次はツヤ出しのコンパウンドをかけていきます。はい、ウルトラカット、これでツヤ出しをかけます。ほら、テッカテカなった。うん、これを全体にかけて最後にマスキングしてある、うん、ボタンのところに、うん、これを最後に剥がします。このマスキングしてあるところとヘルメットの段差が塗装でもう埋まっちゃってるから、これをこのまま剥がそうとするとヘルメットの塗装を剥がしちゃうのね、ベロッと。そうならないようにするためにカッターでこの周りを切れ込み入れてきます。ここのボタンの周りをこうスーッとカッターで入れてマスキングテープを剥がしていきます。うん、最後の最後だから慎重に最大限の集中力を振り絞って本当ここで失敗したら泣けてくるから。そうだね、うん、で切れ込みを入れたらカッターの刃をこの隙間に入れてマスキングテープをボタンから剥がします。こうやってこうやってこういう感じ、こうやって浮かせてこれ一気にベロってやっちゃうと勢い余って他のとこ剥がしちゃうから、そーっとそーっとちゃんと剥がれてるのを確認しながらこうやって、うんね、でもしこの際にまだちょびっとテープ残ってるなとかってあったらもうちょっとカッターでこうコリ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 っと削り落として綺麗に落としてください。この内側のマスキングももしテープの際に塗料が乗っかってくっついてるようだったらこれもカッターで切れ込み入れて同じように勢いよくめくっちゃうと塗装をめくっちゃったりするから慎重に、うん、ヘルメットの際についてたモールを外してたんでこれをつけていきます。でこれ接着剤でついてたのだからこれこのままはめ込んでもまた外れちゃうから接着剤でくっつけなきゃいけないんだけどゴムにちゃんとつくように、ゴムってなかなか接着剤くっつかないんだ、だからゴムでも使える多用途の接着剤ちゃんとゴム対応のものでつけていきます、うん、ヘルメットの方に塗っちゃうとモールをはめ込んだ時に接着剤が外側に押し出されてきちゃうから、うん、そうならないようにモールの中に接着剤塗ってきます、うん、これがね加減難しいのがねつけすぎるとはめた時に接着剤がムニューって出てきて汚くなっちゃうし、つける量が足りないとモールが剥がれちゃう、うん、だからつける加減って難しいんだけど塗ったやつをヘルメットにつけていきます。はい、そうして完成したものがこちら。そして次回はラップ塗装のテストサンプルの比較をやります。ラップのやり方でどういう風に模様が変わるかとか、その辺を検証していきたいと思いますんでぜひ次回も見てください。
今週もご視聴ありがとうございました。少しでもいいと思ったらグッドボタンを、合わせてコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。来週もまた見てくださいね。バーイバーイ。